3月9日、川崎市にある中原保育園で地域子育て支援センター中原主催の移動動物園が開かれました。この移動動物園は子育ての総合支援施設地域子育て支援センター中原が様々な生き物と触れ合い楽しみながら命の大切さを感じてほしいと開催したもので、区内在住の就学前の幼児とその保護者およそ50組が参加しました。3年ぶりの開催となった今回はセンターに隣接する中原保育園の園庭に鶏やヤギ、ウサギなどがやってきました。また市内で酪農を営む福田牧場から来た動物たちへの餌やり体験も行われました。普段触れ合えない動物たちに触れ合ってとっても楽しかったです。いやー、もうずっと泣いてたからダメだったかな。ひよこぐらいけどな。親子で命に触れるっていう大切なところを体験していただきたいっていうようなことで、企画しています。子どもたちの成長とかこれから の心の育ちっていうのに関わってくるかなっていうふうに思って見守っています。